親方の職人技が炸裂しております。随分モルトの緩いね。ここにはね、猫車の上に乗ったモルタルが วันที่2ก็เปิดได้ท่องเที่ยวเปิดทั้งรถไฟอะไรวะเปิดท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนี่รถไฟได้เร็วกับเปิดท่องเที่ยวไปบ่ได้เนาะได้บ่ね、来月の2日から鉄道が開通するから旅行ができるななんて言ってますけどね。これもあれなのにね、この打ち寸決めるときにタイルの、ね、規格に合わせてね、打ち寸決めればもっと楽だと思うんですけどね。やっぱその辺とかはね、あとまあその辺は設計になってくるからな、またまた違ってくる、違ったね、スキルが必要になりますね。まあ僕が設備焼いた時によく言われてたのが、職人になっちゃダメだって言われましたね。職人だとものづくりの基本が分かってないから、ちゃんとエンジニアになんなきゃダメだって言われましたね。まあ、本当はね、職人さんのね、経験則から来るね、技術力ってすごいと思うんですけどね。確かにね、ちょっとね、ちょっとした現場でね、あれでしたね。やっぱ経験則だけじゃ補えないものもあるのなんて、まあ、経験したことがあります。頑張れローソンの職人さん。おお、便器がついた。はい、給水、これ給水ですね。給水で手洗いがないのか。こっちのね、先行してるバスルームは、まあ、ついにね、便器が座りました。でね、もう一個、こっちもね、まあ、腰壁まではね、完成ですね。ここから上は、これからです。
でね、昨日あの親方の匠の技が炸裂してた。おお、きれいにごまかしたね。そしてね、勝利台、ついに勝利台に着手しました。やっぱりね、スケールのね、覗き方とかがね、斜めからだもんね。弟がひっちゃけで仕上げてます。こっちはね、施主さんもね、働かないといけないんですよね。しかし親方さん、腹なんでいつも出てんの。ああ、ここでね、タイル切ってんのね。ああ、むちゃくちゃね、現場がね、ほこりっぽいです。ね、こっちの方にね、あの、今ね、弟はね、物販やってるんで、あ、こういった医療品？医療品がね、在庫があるんですけど、多分これみんなホコリかぶっちゃってんだろうね。だってこれブルーシートはこんなもんね。うん、これまあまた大掃除だね。うん、まあ着々と順調に進んでおります。